よいしょ、見れた見れた何にもやってねえんだけど、何にもやってねえけどね、何なんだろう、電源オンオフしただけだったけど電源切ったら治った、何だったんだよ。今あれかな、コインの方が大丈夫、コインも大丈夫、健康的な感じ。そうです、健康的な感じ。そういえばあのジュニアワールドカップに戻ってくそうですよそういえばジュニア、伊藤ジュニア、伊藤ジュニアワールドカップにカムバックの可能性が出てきました。なんと相手の女性にね、相手の女性に億単位で億単位でね、訴訟を起こして払える金額じゃないってやつをズンって乗せたら相手が引いていったってなぜか、なんかなぜか強しだけ週刊誌は何もしないという強し強しの案件は誰も手を出さないという。これはね、みんなすごいね、強し案件だけ雑誌から出さないアンチには負けないわって言ってたよアンチには絶対に負けないなんつって別にアンチしたわけじゃないのにね、真実を言ってあげただけなのにね。あれですよ、来年もうやめようってしてるからね、もう安泰かなっていう感じですか、やり尽くして。だからまあその辺の情報はどうでもいいかなって感じですか、叩くんだったら叩けばいいじゃんみたいな。そうね、で結局徹底的な証拠がないから雑誌社も取り上げないんですよ弓子のライブ頑張ります。はい、ありがとうございます。ライブを頑張っていこうと思います。そういえば明日ライブだから、そうですね、コリン製かもしれないですね。てかね、あの年でオハリンはねえだろってみんな言わねえと気づかねえぞ、あの女ね、この BBA はみたいな、 BBA のくせにいい年こいて変なこと言ってんじゃねえみたいなこと書いたらブロックされた何なら紅白でしたよね、そういえばこの世も終わりだと思ったよ、うん、あんなね VTuber のねアイドルが出てきて紅白も出てたけど、この世も終わりだ、あんなん出てたらマジで、うん、そんなんばっか本当に、うん、息なのか声なのかはっきりしろっつうの、本当にねえ思うよ、本当に息なのか声なのか、うん、なんかタジタジしながら。あのみんな勘違いしないで、普通の人じゃないですから、ただのそうアンチアンチ爆、そうはっきりしてくれみたいな、そういうのあるでしょ、うん、なんかね、ある意味ね、ある意味紅白面白かったなあんなの止まったところ見たことないっつって、うん、そう、画像だけですね。あれはね、そもそもあの 軍の人があの宿泊するのに作ったやつですから、あの軍の人がね、あの米軍があの宿泊するためにあの太平洋の真ん中とかあの泊まるために作ったあのあのなんとかお船なので、あん中にホテルみたいになってるんですよ、うん、軍の方がこの物を置いて宿泊するように作ってるだけなんで、そこにあの収容するってのはないです魚の餌にして、そんなことをトランプがやるわけない、うん、どこまで作り上げる話を、うん、見上げすぎたよ、もう見上げすぎて、あの月モーニングムーンだモーニングムーンって何なんだよってね、あのね、モーニングムーンって言葉自体ねえからマジで、あの月の朝、直訳すると月の朝、見上げすぎた、うん、多分ラリってたのかな釣りやらないって言ってらんねえかって話だよね、マモドン、マモドンザー、素晴らしいねえもう俺しまいには絶対叩かれんだろうな、こんなこと言ってたら、うん、俺が叩かれんだろ、俺が叩かれんじゃねえよお前、同じ音楽人として
お前は不謹慎だなんつって。いやでも、ね、チャゲさん家でギター弾いてんじゃないですかね。うん。チャゲさん唯一、チャゲさん真面目すぎたね、ちょっとね。チャゲっちゃってないもんね、今ね、もう全然。うん。預かっちゃってるけど、全然今チャゲってないから、もうちょっとチャゲってほしいですよね。なんなら今も望むのはやっぱり、チャゲ&アスカの復活じゃないでしょうか。いやいや、みんなが望んでんのはやっぱチャゲ&アスカの復活じゃないでしょうか。俺はそれは見たいけどね。はい。チャゲっちゃってるやつと、アスカってるって感じの。チャゲ&アスカ。セイエスを歌ってほしい。そして、後ろに、実写版のあの、101回目のプロポーズのあの、V を流していただいて。ね、余計なものはないよねって。余計なものなのないよねって歌ってほしいですよね。あーなんて。すべてが全部と僕とな歌ってほしいですよね。島民泊素晴らしいねえ。島民泊ありがとうございます。なんか YouTube で真面目に話してるのも結構いいと思うんだけど、まあ、ジャパンチャンネルだけあれいいんじゃねって話なんだよね。なんかしまいには、うん、ジャパンチャンネルとツイキャスだけありゃ俺生きていけんじゃねえかっていう、うん、ねえ、こんなことを言っても、だこんなこと言ってるのはあんまり人いないと思うけどね、うん、ほら話しながら話しながら笑いながら、いや自分で楽しんじゃってんじゃねえかっつってね、あのじゃあ俺もう本当に今日のは面白かったな。あとであの切り抜き動画するから、うん、今日でもねあの切り抜き動画難しいね。あの放送禁止用語があの連続入ってるから、ここまで言う人はなかなか。そうですね。まあでも、まあ一つまとめたら。この話はみんな伝わった？液体らしいよ、うん。だってそれ見せてたもん。だってずっと前に。ずっと前に見せましたよ。うん、頭に入れるやつは。液体なんだぞドーンってなんかこう変なあの点滴みたいなの見せてましたよ。点滴、うん、点滴みたいなの見せてるんですけどね。すごいですね。はい、まあそろそろ家に帰るんで、もう喉も枯れてきたんでね、喋りすぎたよマジで、うん、ちょっとあの今日はちょっとあのギリギリの路線行ってるんでギリギリの路線行ってるんだよ。ね。まあこれ188ぐらいしか見てないの？ 170 人ぐらい？みんなあの腹抱えて笑ってると思いますけど。うん、まあ笑っていきましょうよってことですよ。この世の中。はい。よーく考えたら笑えることばっかりだから。みんな。ね。俺が捉える視点がおかしいのかもしんないけど、なんかよーく考えたら笑えるこの世の中だったっていうことです。はい。ね、皆さん今日もありがとうございました。無事にツイキャスもなんとかできて、この後風呂入って、ね、夕方配信やりますんで、またこのツイキャスまだ見れてない人のためにあの切り抜き動画やりますんでね、よろしくお願いいたします。はい、そういうことで皆さんありがとうございました。じゃあねー。